スネーク、アマンダがプラントに到着した。スネーク、アマンダ、具合はどうだ？生まれて初めてヘリに乗ったけど、おかげで大嫌いになれそう。聞いての通り元気だ。アマンダ専用の周波数を用意した。必要な時は彼女にコールするんだ。米拠点と傭兵部隊、それからフレンテのことなら何だって聞いて。お願い、同志と事故。わかった、よろしく。パス。スネーク、アマンダの容体はマザーベースの診療所で確認できる。わかった。それから回収した戦闘捕虜を人員配置することを忘れないでくれ。わかった。組織を作るのは誰に何をさせるか、これがマザーの成長方針を決める。わかった。ボスの重要な務めの一つだ。わかってる。ボス、もう一点報告させてくれ。まだ何かあんのか？アマンダのいる診療所だが、他にも怪我人や病人が出たら収容する予定だ。とはいえ、適切な処置をしなければ治る怪我も治らない。ああ、そこで怪我人や病人の手当てのため医療班を作ろうと思う。医療班の人数と能力次第で怪我や病気の回復を早めることもできる。彼らには日頃から兵士たちの健康管理も担当してもらう予定だ。そうだな、病気になってから困るより予防が大切だ。その通りだ。ボス、あんたも手洗い、うがいを忘れないでくれよ。そんな余裕がありゃいいんだがな。スネーク、搬送中の核は湿地帯を抜けた。イラス山岳地帯に到達したようだ。だが、こちらはガイド不在だ。山岳地帯での追跡はより難しくなる。そこで拠点の一つ、捕虜収容所に潜入してくれ。アマンダの弟、チコが無事ならいいが。そうだな。他にも囚われているサンディニスタがいるかもしれない。彼らを MSF に収容するには、フルトン回収システムを使ってくれ。スネークは体験済みだと思うが、人体に影響はない。一人一人時間をかけて説得している余裕はないからな。スネーク、ちょっといい？アマンダ。CIA の連中、村の家をいくつか接収して収容所にしてるの。そのどこかにチコがいるはず。村の家をか。だがどうやって見分ける？接収された家は監視用にドアが付け替えられてる。青いドアよ。覗き窓がついてる。そこから中を確かめて。わかった、青いドアだな。物資搬入ルートの最終拠点は近い。頼んだぞ、スネーク。がいる収容所は北にある。北へ向かってくれ。動くな。この先は窪地で、こちらが丸見えになる。俺が敵ならスナイパーを潜ませるところだ。気をつけてくれ。you
キコはここの家のどれかにいる。探すんだ、スネーク。ドアの前でアクションボタンを押せば家の中を見ることができる。どなた？どこかの家にチコが囚われている。見つけてくれ。気のせいか。あの時のカメラマン。そうだ、戦場カメラマン。あれ、鳥を撮りに来たんじゃなかったっけ。戦場で鳥を撮るカメラマンだ。それもしかしてチェ。ちょっといい？やっぱチェが使ってたカメラだ。それはやれない。これで勘弁してくれ。ん？その写真。あ、そうだ、アマンダなら無事だ。本当？あ、俺のところで怪我の治療をしてる。怪我したの？心配はいらない。足を折っただけだ。タバコある？うん。甘木か。あ、子供は吸っちゃいけない。チコ、奴らの積み荷がどこへ運ばれたか知らないか。積み荷ってどんな？質問を変えよう。奴らいつもどうやって積み荷を海岸からここまで運び上げてるんだ。うん、それならわかる。まずは港に着いた積み荷は橋桁を使って湿地帯を登るんだ。その後バナナ園の先でジャングルトレインに積み替えられて、そこからは列車での移動になる。列車はここまで、コーヒー園の先にあるターミナルまで来ると、今度はトラックに積み替えられて山頂に向かうトンネルに消える。トンネルに消える？チコ、このトンネルの先に何があるんだ？誰も知らない。山に近づいた同士はいないから。あそこには守り神がいるんだ。守り神？巨大な化け物、バシリスコさ。蛇の王。見たんだ、あの辺りでたまたま野宿した時。明け方うとうとしてたら大きな物音がして、目を開けたら30バーラはある影が目の前を歩いてたんだ。大木みたいな足で。それはどこで？トンネル手前のターミナル。でも見たのはその1階だけ。なぜそんなところに？うん、姉ちゃんたちと喧嘩して。それでたまたま野宿か。そうだ、奴らの列車は今頃バシリスコがいたあたりに着いてるはずだ。ここからは遠いのか？遠くはない。コーヒー園を抜けて北に行ったところ。何を追ってるの？世界のバランスを危うく保っているもの、あるいは世界を危うく滅ぼすもの。ん？
この辺りは奴らに占拠される以前から麻薬工場だったと聞いている。お前それを知ってたんだろう。いいさ、革命には金がいる。だが子供のお前は許せなかった。そうだよ、奴らが運搬に使ってるルートはもともと父さんたちが麻薬を運び出すために利用してたものだ。麻薬はアメリカに売りさばいて、それを軍資金に使ってたんだ。僕にはうまく内緒にしてるつもりだったみたいだけど。さっきの野宿の件はそういうことか。工場に忍び込んで何度か火をつけようとした。みんなで僕を子供扱いする。それが耐えられなかった。もう12なのに。でも結局はできなかった。チコ、大人になるということは自分で生き方を決めることだ。正しいことを貫くためには親や家族、故郷を捨てなければならないこともある。でももう父さんは、父さん、写真見てみろ。父さん、思い出だけは捨てるな。しまっとけ。チコ、ここを出たいか。出たいさ。俺たちのところに来い。お前の姉さんもいる。帰れない。もうみんなのところには。仲間の居場所を漏らしたのか。そうか、恥じることはない。誰も痛みには逆らえない。死にたい。そうか、じゃあ楽にしてやろう。さあ自分を食いろ。よく狙え。お前は一人の男を殺すんだ。弾を無駄にしたが、命は無駄にするな。いいかチコ、お前はここで死んだ。わかるな。お前は新しい人間、オンブレヌエボになった。その新しい命を俺にくれ。共に戦おう、小さな戦士。お前のデカさを見せてみろ。涙が枯れたら約束してほしい。でかくなるまでタバコは吸うな。それと英雄の現実は伝説ほど格好よくはない。分かったよボス。スネークでいい。何これ。わあ、スネーク、チコが到着した。スネーク、チコ、着いたか。着いたかじゃねえよ、なんだいこれ。新しい命を俺にくれって言いながら殺す気かよ。お気に召さなかったか。なんだよあの人さらい風船。これじゃコリブリと変わんねえじゃねえか。いい眺めだったろチコ。それとも高いところはダメか。そうじゃなくて事前に説明くらいしてほしかった。説明したら自分から進んで飛んだか。スネーク、私たちを助けてくれてありがとう。一つ進言したいんだが、アマンダ。何？チコをもう子供扱いするな。え、そうね。分かってるわ。分かってるつもり。アマンダ、足が治れば戻るんだろ？もちろんよ。私たちにはやることもある。私たちか。それは、チコの将来をちゃんと考えた上で言ってるんだな。
どういうこと？私たちは父の意志を継いで革命を成功させる。革命だろうが何だろうが、銃を手にひとたび暴力に訴えればいずれは皆地獄に落ちる。その覚悟はあるのか？覚悟ならある。ニカを捨てるくらいなら地獄に落ちた方がいい。そうか。なら、チコを弟としてではなく、一人の戦士として扱うことだ。そうね。ようこそ、アウターヘブンへ。スネーク、ちょっと頼みがあるんだ。なんだ？捕まったフレンテがいたら、助けてほしいんだ。喋ってしまった罪滅ぼしか？それだけじゃない。同志なんだ。わかった。だが奴らの罪に負うのが先決だ。何でも協力するよ。そのあたりのことでわからないことがあったら、無線で呼んで。それから、ん？見たことない生き物がいたら、知らせてくれよ。見たことない？お前が言っていたバシリスコか？ユーマだよ。ユーマ？生き残りの恐竜とか、珍しいモンスターのことさ。いつか俺、ハンターになりたいんだ。そうか。わかった。詳しく聞きたかったらまた教えるよ。ああ、よろしくな、チコ。よし、スネーク。敵の資材は次の拠点、ターミナルに向かっている。チコはその先には誰も踏み込んだことがないと。トンネルの向こうはおそらく奴らの本拠地だ。トンネルの手前で食い止めないと、スピアは敵の手に落ちる。何としてもここで阻止するんだ。先を急ごう。ボス、一つアイデアがあるんだ。聞いてくれ。今度はなんだ？タブロイド紙に広告を出す気はないぞ。そんな話じゃない。せっかく MSF も人数が増えたことだし、情報班を作ろうと思うんだ。情報員をコスタリカ各地に送り込んでおけば、事前に現地の情報が得られる。これからどこに行くことになっても困らないはずだ。悪くないアイデアだ。情報班には索敵用の装備品なども開発してもらおうと思う。物資を搬送したり、マザーベースからの攻撃支援を誘導させたりもできるはずだ。コープ相手にアイテムを送りたければ、メニューからデリバリーを選んでみてくれ。スネーク、チコの情報によれば、積み荷の核物資はイラス東部の山麓のターミナルで、列車からトラックに積み替えられるようだ。このターミナルで搬送を阻止しなければ危険だ。急いでくれ、スネーク。動くな。エリエのフルトン回収が完了した。動くな。フルトン回収者、エリエ収容した。
エリエのフルトン回収が完了した。気のせいか。気のせいか。コーヒー工場を抜ければ列車の車庫だ。間に合ったようだな。敵兵を無力化して列車を確保するんだ。気のせいか。奇襲だ。警戒態勢に入る。了解。警戒状況を出れ。
耳を確認するんだ。格納灯か。